新型コロナウイルスの感染拡大を受け、安倍総理大臣が来月2日から全国の小中学校などに臨時休校を要請したことについて、萩生田文部科学大臣は休校の時期や期間について全国の教育委員会が柔軟に判断するよう求めました。臨時休業を実施する期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえて様々な工夫があって良いと考えております。その上で萩生田大臣は、一斉休校で授業などが行われなくなることに対し、学習の著しい遅れがないよう工夫してもらいたいと述べました。一方、麻生財務大臣は、学校が臨時休校になることで必要となる支出への財政的な支援を政府が行う考えを示しました。学校が休みになると、預ける先がないお子さんたちを抱えておられる共働きの家庭とか、いったところに支障が出ることもはっきりしてますので、そういったものに対する対応について、いろんな経費がかかるとか、いろんなことについては対応するというのは、われわれに最初からそう思ってましたから。具体的には今後検討するとしています。臨時休校の要請を受け、保護者からは戸惑いの声が上がっています。福岡市内の小学校では、ちょっと戸惑いはありますよね。仕事してる方とかが急にあの子どもさんの預け先とかに困られるんじゃないかなとはちょっと心配してますけど。友達に会えないのでちょっと寂しいなと思います。福岡市教育委員会によりますと、臨時休校については現在対応を検討しているということです。